テレマークスキー、テレマークスキー、テレマークスキーイングは19世紀後半にノルウェー南部のテレマルク地方、テレマークを中心に発展した現代スキーの原型とも言えるスタイルである。現在あるアルペンスキー、クロスカントリースキー、スキージャンプはこのテレマークスキーからそれぞれ滑り、歩き、ジャンプに特化したものと考えてよい。 逆に言えば、一つの用具でそのすべてをこなせるのが、テレマークスキーである。あとに、スイスの急旬な山岳で進化したアルペンスキーは、レジャーや競技としての地位を築き、クロスカントリースキーとジャンプスキーも、競技として一般化した。ところが、テレマークスキーはそれらの影に隠れ、一時期は忘れ去られる存在となってしまう。再び世に出るのは1970年代になってからで、 クロスカントリースキーの流行とともにアメリカに多いクロスカントリー用の板で斜面を格好する技術として復活し現在に至っている。現在では冬季オリンピック競技のクロスカントリーやノルディックコンバインド複合で有名なノルディックスキーの一種もしくは別名として使われることが多いリレハンメルオリンピックの開会式でその存在を改めて世界中に知らしめた。 テレマークスキーヤーはテレマーカーとも呼ばれ、徐々にではあるがその数を増やしつつある。テレマークスキーには2つの意味があり、上に述べたスキースタイルとスキー用具両方であるが、スタイルは用具と密接に関わっているため、テレマークスキー用具の特徴とそれによって決まっているスキースタイルについて説明する。アルペンスキーがスキー板にブーツを完全に固定するのに対して、 テレマークスキーは、スキー板に、ブーツのつま先、小葉だけを固定し、かかとを浮かすことができるのが、最大の特徴である。すなわち、ブーツの固定力で、体の動きを制限し、格好時の安定性のみを追求している、アルペンスキーと異なり、体の自由度を犠牲にせず、歩きや登りなど色々な状況にも対応するのが、テレックスキーである。 もちろん自由度の代償として、格好には安定さを嗅ぎ、筋力と高度な技術が要求される。テレマークスキーの特徴の最たるものは、そのターン技術で、アルペンスキーのそれとは全く異なっており、外見上も一目で見分けがつく。ターンに最新安定を得るため、足を前後に開き、ターン外側の足を前に出して、足裏全体で荷重。 内側の足は後ろに引き、かかとを上げて母子球、親指の付け根で加重するという独特な形をとる。この滑り方、技術、テレマークターンが競技のテレマークスキーである。テレマークスキーは主に山岳スキーで採用されやすいスタイルである。アルペンスキーにもかかとを開放して歩けるようにしている用具があるが、テレマークスキーは用具がシンプルかつ軽量で、 ブーツの柔らかさも相まって歩きやすいため難度の高い斜面を含むコース以外では好まれている。1990年代までは比較性ブーツの前世紀であり、ブーツの柔らかさからあまりハードな滑りはできず、ゆったりとした優雅な滑りがテレマークスキーの醍醐味とされてきた。しかし最近ではプラスチックブーツやカービングスキーに代表される用具の進化や、 今までの滑りに飽きたらなくなった大勢の熟練アルペンスキーヤーやスノーボーダーの流入もあって、滑りはよりアグレッシブなものになり、高速化も著しい。山だけではなく、ゲレンデでも姿をよく見かけるようになり、中にはモーグルバーンの格好やエアー、レールを楽しむテレマーカーも出現している。このように用具はアルペンスキーとかなり異なるため、 一般的なスキー用品店やスポーツ用品、量販店でテレマークスキー用品を扱っている店舗は非常に少なく、登山用品店や山岳、テレマークスキー専門店でしか購入できない場合が多い。一方、同じかかとが浮くノルディックスキーでも、クロスカントリースキーはより軽快に歩きやすくするために、板は細く軽いものに進化し、スキージャンプは 滑走時の加速と飛行時の揚力確保のため板は非常に長く幅広いものに進化してきたので、双方ともテレマークスキーとは大きく異なるものとなっている。また、双方ともターンの必要はないので板にエッジはなく、サイドカーブも付けられていない。現在のブーツとビンディングは 75mm、ノルディックノルム、ブーツの小場先端幅が 75mm という、 企画に則っ,っているが、次世代企画である NTN が発表され、対応ブーツ、ビンディングが2008年に発売された。ただ、テレマークスキー用具は、アルペンスキーなどに比べると、まだまだ熟成不足の感は否めず、新機構を搭載したもののすぐさま問題点が、発覚テリコールがかかったり、不評で短期間のうちに生産中止に追い込まれたりといったことを繰り返しているのが現状である。 NTN システムも早速、共同不足によるクラックが発生するとして、一部のブーツにリコールがかかる事態となった。よって、新製品はしばらく様子を見るべきだという慎重論も多く、高価かつ重い重量も手伝って、本格的な普及には至っていない。また、NTN の登場や、前述のように現在のテレマークスキー用具は、非常に進化を遂げたが、最近では、 革靴時代からのベテランテレマーカーを中心に原点回帰の動きがあるのも事実である。そもそもテレマークターンという技術は不安定なテレマークスキーで安定を得るためのものであり、わざわざテレマーク姿勢を取らなくとも容易にターンができてしまうほど安定性に優れた最新のレマーク用具では意味が薄れてきている。また、革靴の時代とは比較にならないくらいに、 用具は複雑かつ重くなり、テレマークスキーの売りであった軽快さも失われつつある。そこで、革靴、もしくは浅いプラスチックブーツ、プラス3、ピン式ビンディング細板といった組み合わせを好んで、使うテレマーカーがわずかながら増えており、雑誌などでも特集が組まれている。日本では、日本テレマークスキー協会公認の協議が行われている。 日本テレマークスキー協会公認競技の種類としては、大回転、クラシック、スプリントクラシック、短距離版クラシックがある。特に、クラシックレースはテレマークを含めたスキーのすべての要素が要求され、格好、スラロームに加えて、上り坂や360度ターン、ヘリコバンク、ジャンプ台などをクリアしなければならないという過酷なレースである。 ちなみにテレマークレースの特徴として、ターン時には前足と後足との間に靴一足分以上の間隔を開けたテレマーク姿勢を取らなければならず、審判にそれより狭いと判断されるとペナルティとなってタイムが加算されてしまう。クラシックレースのジャンプ台で着地が規定ラインを超えなかったり、着地の時にテレマーク姿勢が取れなかった場合も同様である。以前は、 板の最大幅を 73mm 以下とする規定があったが現在では撤廃され、カービング板やプラスチックブーツの普及もあって高速化が顕著である。日本テレマークスキー協会公認以外の競技会も各地で行われており、海外では FIS 公認の世界選手権、ワールドカップも開催されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。